伊部京之助は、日本の実業家。住友銀行頭取、会長。関西経済同友会代表幹事、日仏クラブ世話人。現在の東京都新宿区出身。東京海星中学、旧西東京高校を経て、1933年に東京帝国大学経済学部を卒業し、同年住友合志会社入社。後に、 住友銀行に移り、有楽町支店長、東京事務所長などを経て、1957年取締役、常務、専務、副東取等を歴任し、浅井工事の後を受けて、1973年東踊に就任した。東踊在任中、磯田一郎副東踊と共に経営危機に陥った、あたけ産業を、伊藤中正寺に救済合併させたり、松田屋、 朝日ビールの再建に取り組んだ。1977年会長、後相談役、1983年最高顧問。全国銀行協会連合会副会長、関西経済同友会代表幹事、財政制度審議会委員、松下電気産業社外取締役なども務めた。また、日本とフランスの政財会人からなる、日仏クラブの代表世話人として、 両国の交流に尽力したほか、1977年から大阪フィルハーモニー協会理事長を17年間、務めるなど、文化活動にも貢献した。三井住友銀行発足後の2001年4月16日、93歳で死去。当園に三島幸男がいる。ありがとうございます。